はい、こんにちは明治さんの熱中症対策ドリンクでしょうか明治アクアサポート水分の吸収がいい、えー、水分電解質補給飲料の動画レポートですりんご風味で無果汁ということですねそういたしましたらあ原材料名の方ですねご一緒にご覧いただきたいと思いますブドウ糖食塩酸味料 塩化系リン酸 NA ちょっと聞いたことのないような何でしょうね化学物質って言うんでしょうかが入っているんですねとは先にエネルギーの方ですね100ミリリットルあたり9キロカロリーということでその上本商品はナトリウムカリウム塩素ブドウ糖のバランスを考慮して 水分および電解質が体内に素早く吸収されるように設計されているということですねポカリセットとかと同じじゃないんですかねえー、それではお味の方早速チェックしてみたいと思います はいまず中身の方なんですけれども無色透明ですよねポカリスエットとかアクエリアスみたいに白濁りはない状況ですそういたしましたらお味の方チェックしてみたいと思いますうーんそうですねあのなんやろ忘年会とかで昔悪用意した時にあの先輩に飲まされたあの塩入りの水みたいな感じでそれにちょっとりんごの出汁が少し入ってるみたいな感じですねまずはないんですけど 多分、あのそうですね、すごく体に吸収される感じのテイストだと思います。すみません。う,んうまく表現できないです、えー。なかなかいいんじゃないでしょうか。メイジアクアサポート、えー。それでは簡単なんですが、捨てさせていただきたいと思います。